ヨーゼフ・ヒッケルスベルガーは、オーストリアのニーダー・エースター・ライヒ州、アムシュテッテン出身の元サッカー選手。サッカー指導者。現役時代は、攻撃的ミッドフィールダーとして、オーストリアと西ドイツで活躍。オーストリア・ブンデスリーガーに属する FK ・アウストリア、ウィーンで18歳の頃にプロデビュー。国内リーグ、ヨーロッパカップ、代表チームでの実績が認められ。 当時西ドイツブンデスリーガーに属していたキッカーズ、オフェンバッハとフォルトゥナデュッセルドルフで、計6年プレー。多くの得点も記録し、得点能力に優れた高い技術を持つ、ミッドフィルダーとして高い評価を得ていた。オーストリア代表の一員として1978年、ワールドカップアルゼンチン大会にも、レギュラーとして出場。本大会で、オーストリアが西ドイツを破った。 コルドバの奇跡のメンバー。また、当時行われたアマチュアヨーロッパ選手権にも特別出場。オーストリア代表の一員として同大会で優勝を果たしている。現役引退後は、オーストリア U21 代表監督に就任。1年後には、当時のオーストリアサッカー協会会長の後押しもあり、オーストリアサッカー史上最年少の39歳で、 オーストリア代表監督に就任。この人事は多くの厳しい批判の対象になったが、1990年ワールドカップイタリア大会予選を難なく突破し、本大会出場を果たしただけではなく、親善試合でアルゼンチンと引き分け、スペインとオランダに勝利するなどの好成績を収めたため、批判は収まる。 1990年ワールドカップ大会ではアメリカに勝利するが、イタリアとベングローシュ監督率いるチェコスロバキアに共に1点差で敗戦したため、決勝トーナメント出場を逃した。オーストリア代表監督辞任後、ドイツブンデスリーガのフォルトゥナデュッセルドルフや、オーストリアブンデスリーガの FK アウストリアウィーンの監督などを務める。それ以降は8年間にわたり、中東に、 活動の場を打ちし、カタール、エジプト、バーレーン、UAE のクラブで監督を務め、幾度もリーグ優勝やカップ優勝を果たしたほか、バーレーン代表監督として1996年のアジアカップに出場している。2002年にオーストリアブンデスリーガに属する SK ラピードウィーンの監督に就任。オーストリアブンデスリーガでの優勝。 UEFA チャンピオンズリーグ本大会出場などを果たす。2006年に再びオーストリア A 代表監督に就任。地元で開催される2008年ヨーロッパ選手権にオーストリア代表を率いて臨んだが2敗1分に終わり、大会後に代表監督を辞任した。政治、権力、金銭の争いなどが激しいヨーロッパサッカーに嫌気がしており、 様々なインタビューで再び、中東などヨーロッパ以外の地域で監督の仕事を続けたいと話していた。2008年9月には、ウラーレットダイヤモンズの監督候補として日本のメディアで報道されたが、同年11月には UAE のあるワフダ・アブダビの監督に就任した。息子のトーマス・ヒッケルスベルガーも元オーストリア代表のサッカー選手である。ありがとうございます。